じゃあ、始まりました、はい、画面をお願いします、ね、来てますね、OK です、 そうですね、どんどんお、いきなりなんかアイテム拾っちゃった謎めいたところがフレア編こうやって見せるのってなかなか珍しいというか、実は今回多分ライブで、投資でお見せできるのは初めてじゃないですかね。そうですよね、はい、このファミ通さんのこのライブが初めてだと思う。そうですよね、はい、僕たちのブースでもやってないんで、まだまだ配信とかあれですもんね。やってないんですよです、ね、ガンパウダーを手に入れました、はい。ちょっとアイテムを開いていただきまして、はいはい、システムの部分でガンパウダーというシステムを新しく今回入れてます、はい、これ原作なかったものなんですけれども、はい、弾がやっぱりそうバイオ3でありましたよね。バイオ3、バイオ7でも入れさせていただいてて、弾の種類を皆さんが持ってるあの銃の種類とか好みに合わせて組み合わせで変えることができます。今なんかちょうど硫酸弾を持ってるんですけど、はい、これ組み合わせだと硫酸弾が作れるので作っちゃいましょうか。作っちゃいますかね。作ってみよう。おー、ああ硫酸弾増えた。はい、なんでまあどういう風にあのリソースをマネージメントするかっていうところが結構皆さんの好みに。ああそうですね。これはあとプレイヤーの好みですし、はい、そんなにバンバン使ってもタイプライターもありますね。はい、ありますね。ちょっと今回はねセーブできないですけれども、タイプライターでセーブできるのがやっぱり花だと思うんですよね、本作の。そうですね、はい、やっぱそこ変わっちゃったらちょっと味気なくなっちゃいますね。そうですね、やっぱりね。じゃあどんどん進んでいきましょうか。はい、はい、これ顔見たい。顔見たい。おあー美人ですね。いいね、ありがとうございます。若々しいというか、ね、そうですね、本当だね。うちのディレクターがもう、絶対コンセプトはフレッシュな感じだからって、フレッシュな女子大生だからって。美人、かわいい、いいね、美しい、若い。まあでもいる場所がなんか地下にどんどん入ってって怖いですね、なんか。そうですね、もっと地下行けるのかな。あら、行っちゃいますか。うわー、ドキドキするな、これ。あ、これなんかアイテムが落ちてるみたいですけれども、手榴弾ですね。手榴弾来た。はい、今回メインウェポンで銃っていうところが、うん、まあ、皆さん戦う時の主な武器になるんですけれども、はい、緊急的な状況で、その緊急的な状況を回避するためのアイテムとしてもサブウェポンというものが何種類かあります。はい、で手榴弾はそのうちの一つで、はい、そのまま投げることもできますし、何かこう敵の攻撃で、ああもうやばい、これはもう死んじゃうかもみたいなところでボタンを押していただけると、それをこう一度だけ回避できるアイテムとしても使えます。ああそうなんですね。そうなんですよ。ナイフとかもそういう形のポジションなので、ほう、はい、またこの後、びっくりした、そう言ってると、うわ、明らかに何かこうゾンビじゃない動き方をしてましたね。なんか今普通の足音でしたよね。こういうとこも横も見ちゃったりして、これなんすかね、なんかすごい機械がいっぱいありますけど、ね、どこでしょうね、これね。序盤からこう ある程度進むとこういうところにも行けるぞと。クレアやっぱ可愛いし、でもなんかこう美人だけど幼い感じもちゃんと残ってて、いいですね。そうなんですよ、すごい。この子は久しぶり、久しぶり。 It's okay. Won't hurt you, I promise. あら、シェリーちゃん、シェリーちゃんですね。はい、本作のすごくこう重要なキーパーソンの一人、はい、シェリーバーキンちゃんですね。これがまあクレアのストーリーの中でもすごくこう重要なキャラクターになってきます。あれ、デデオさんの方が危ないって言われてます。あ、危ない。ちょっと大丈夫ですか、これ助けるんじゃなかったですか、デデオさん。そう、助けに行ったの。後ろ、やめて、そういうのやめて、そういうのやめて、早く行って。あ、もうこれダメなやつですね。あ、こいつ、こいつ、おー、マジっすか。おー、きた。いいだ。ああ、もう落とされちゃいましたよ。やべー、すげーな。いやいやいや、これできちゃうんですか、これ。できちゃいますね。あ、ちょっと待って、ちょっと、とりあえずちょっと落ち着かせて。あれ、さっきの異性はどこに行ったんですか。倒すんじゃなかったんですか。ちょっとまず落ち着こうと思って。これ落ち着いた方がいいよ。一旦状況をちゃんとね。そうですね、こう周りにあるまずね、アイテムをこう拾って、うん、体勢を整えてもらって。あ、これ拾ったら組み合わせられる。いけます、いけます。ただ逃げ場がないんで早く移動しないと追い詰められますよ。来たよ、よし。おお、
表現もね今回すごく力を入れてて、やっぱ火が使える武器だと実際のこう敵にも火が着火しますし、はい、着弾、銃の着弾もそうなんですけれども、やっぱり何かこう、はい、体に表現上、はい、うん、リアクションが残るというか、あ、なるほど、はい、ちゃんとその弾の効果とかがちゃんと、そうです、そうです、燃えた後とか、はい、銃弾だったら着弾してちゃんとこう服に穴が開いてとか、はいはい、っていうようなところは非常にこだわって作っております。大丈夫、怖い怖い、大丈夫、来た来た来た、うん、まあ、でも硫酸弾とか、はい、まあ、先ほどの硝煙弾とかっていうのも、はい、効くキャラ、あ、追い詰められた、危ねえ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 、効くキャラクターとそれぞれこうなんか特性が違うので、はい、弱点どれだろうなって考えながらやっていただけると、あ、やべやべ、出て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 、ハーブ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 、ちょっと待って、ちょっとハーブ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 、あ、危ねえ危ねえ、マジ危ねえから、本当にどっちどっち、うわー、お、あ、右か、あ、右か、めちゃくちゃ怒ってます、来た来た来た、お、いい感じ、意外と早い、意外と詰めてくるの早いな、怖い怖い怖い、あ、どこだどこだどこだ、どっちだどっちどっちから来んの、どこ行ったの、どこ行ったの、本当クレアさんが俺のこと、俺の考えてること言ってくれた、ちょっと探さないと見失っちゃいましたね、じゃあちょっと今のうちちょっとこっち、あーあー、ちょっとやめて、そんなデレオさんの気持ちを読むかのようにやめてやめて、デオさん逃げてばっかりじゃ倒せないですよ、あ、あ、弾がない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 、ハンドガンでもう戦うしかない、パニックじゃん、パニック、お、よしよし、いいよいいよいいよ、ちょっと今のうちにちょっと抜ける、すり抜けてちょっと距離上げないとね、そうね、はい、追いかけてきた、いいじゃん、いいよ、いい距離いい距離、あ、また逃げて逃げて、あれ、あー、ちょっとこれ、あ、来た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 、モクモクいってる、あれ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 、これ逆じゃね、大丈夫、あれ、また見失いました、いないじゃん、あ、痛い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 、あ、やっぱりそれはできるようにしてると、はい、もうこんなもうどうやって倒すか分かんないような敵でも頑張りゃナイフでいけるらしいぞと、はい、聞いておりますので、あー、やだー、こっち来ないねー、まあ、ナイフね、チャレンジしたいけど、はい、それどころじゃないっすね、今はね、このデデオさんにはその余裕がその余裕はないないのかもしれないですね、あれ、どこ行ったの、どこ行ったの、また見失っちゃいましたね、しかもまた視界が絶妙に悪いなこれね、あんまりね、周りをガン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 鉄パイプで殴らせるもんで、こんな目にあってますけどね、あー、やめてー、やべえやべえやべえ、あ、そうだ、さっき手榴弾使っちゃったんで、使っちゃったね、あ、これ、はい、これここは今サブウェポンでナイフの方が装備されてるんで、なるほど、あれ、あ、いたいたいた、はい、そうですね、あの普通に緊急回避以外にもサブウェポンとしてナイフは触れますので、はい、こうやって使えるわけです、はい、でもこれもう最後の手段にしたい、最後の手段ですね、あ、やばい、これ行き止まりじゃん、あ、そっち抜けれる、あ、もうめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、あ、待ってる、めっちゃ怒ってる、待って待って待って、転べ転べ転べ、いけません、転ばない、お、いけそう、あー、もうちょっとですよ、でもゼロさん、よしよし、弱点弱点、お、オッケーオッケー、やばい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 、もうこれじゃちょっと焼け石に水だわ、あと5発しかないんですけどここはもういい感じで最後ミラクルプレーで、どこ行った、あ、来た来た来た、あ、いた、追っかけてくる、そっちダメですよ、行き止まりですよ、あー、ちょっとまだ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 
次食らったら死ぬ。3発ある、3発、3発、3発。これしっかり当てていきましょう。5発ありますね。いけるかな。あ、5ある、5ある。どこ行った。待って、待ってって。落ち着けって、落ち着けって。あーあー、これね、緊急、緊急回避できますね。L1 で緊急回避。L1、間に合いませんでしたね。間に合いませんでした。あー、ナイフ持ってたのに。やめてクリアさんの頭が、顔が大変なことになった。そうなんですよ、ちょっとあの、いやー、やられましたね。やられましたね。これ